ちゃいましたよ。カメラの北村です。どうも山村です。YouTuber なんてやっておりますと、まあ、カメラは矢をなしに気になるわけでございますが、まあ、僕はなかなかねカメラにこうお金をかけない系のねこうやっぱりねネタとかねガジェット系に走りがちでですね、この今使ってるカメラもね赤の人いっかな5年ぐらい前にねこの YouTuber 界隈を席巻したねソニーの、 NEX5R っていう、まあ、超鉄板の、まあ、ミラーレス一眼なんですけど、ソニーのそれからというものね、このカメラの進化というものはもう日進月歩目まぐるしいものがございまして、いやーもう世の中に出てくる YouTuber さんの動画がどんどん綺麗になっていくと、で一眼動画みたいなものをみんなやり始めちゃって、さすがにこの APS-C サイズのコンパクトミラーレス一眼だとね、もっと行きたいなと、もっとダイナミックレンズ出したいなとか、もっと明るい画面にしたいなとかね、もっと背景ボケてほしいなとか、いろいろこう欲が出てくるわけですよ。で僕はもうね散々いろんなのもういろんな人がいろんな動画を出すから、もうそれでこうどうしようどうしようってなってたわけですよ。昨今はですねフルサイズミラーレスの流れが強いわけです。もちろん一番はソニーのアルファですね、アルファ7とか、あアルファ 7S、7R、7R3、7-3、S2、 そのあたりがこうもう市場をこう蹂躙しているわけですが、まあそこに出てきたニコン Z7 ね、Z6 とか、あ EOS R とか、あのあたりもだんだんねもうここ1週間ぐらい揃ってきまして、まあ、バーっと見る限りやっぱり違うなと。フルサイズミラーレスというのはですね動画を撮るためにあるものではないんですよ。特にこう私みたいに YouTuber みたいな感じで動画を撮ってる人にとっては前々から欲しいと思ってたカメラがあるんですよ。もう開けますか、開けましょう。ちょっともうもったいぶらないで。さて僕がねそんな中カメラを買ったわけでございます。とうとう NEX5R から卒業し、僕も一段上の動画そして画質を手に入れるということで、今回来た、はい、カメラの北村から何が来たかと、もうね動画のタイトルとか見ればわかるよっていう人もね付き合ってくださいよ、一大イベントなんやから。あっ見えてる、こちら、こちらです。はいはい、パナソニックの、GH5S です。はー、これでございますよ。カメラって感じ、いやカメラだから当たり前なんだけどね。あー買っちゃった。はい、というわけでですね出ました、これがパナソニックの GH5S です。意外とねまだこれバッテリー入ってないんですけど、カラーまだあんまり重くないですね本体は。まあ、ここにレンズつくんでそれで全然重くなると思うんですけど、見てこれかっこよくない？ちょっと赤が入ってんのもさね、最近僕赤好きになってるからさ、ね、赤いもの集めてるしいいなーって感じなんやけど、多分ちょっとカメラに明るい人ですとなんで GH5S なのって思う方とか、あ、GH5S かーって思う人とか、まあいろいろいると思うんですけど、いろんな理由があって、もういろいろ全部見た結果、まあやっぱ GH5S かなーというところでね、僕の中ではね、ちょっと前からね、心が決まってたんですね。まあ、やはりこのパナソニックの GH シリーズって、まあもともとね、動画性能いいよとか、まあ YouTuber 向きなんじゃないっていうことはいろんなところで言われたと思うんですけれども、特にこの GH5S はですね、これと、もう一個 GH5 っていうカメラがあって、まあそれと比較されることが多いですけれども、まあ何が違うかっていうと GH5 は、もちろん動画性能はいいんですけど、手ブレ補正に強いというのが、まあ一番の売りでした。後から出たこの GH5S はどうかっていうと、手ブレ補正はですね、実はですね、落ちてるんです。
デュアル IS2 っていうものが GH5 には付いてるんだけど、こっち付いてないので、太陽レンズとか買ってもその恩恵は受けられないと。手ブレ補正の恩恵は受けられないんだけど、じゃあ何がいいかっていうと、こいつはですね、高感度に強いと。つまりですね、感度をどん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 上げてもノイズが乗りにくいとか、暗いところでもしっかり明るく絵を作れるとか、あるいは暗いところでもしっかり綺麗な絵を出していけるっていうところがですね、やっぱり魅力的だったりですとか、もうね、言わずもがなこのバリアングル液晶ですよ。バリアングル液晶、 YouTuber に必須のこのバリアングル液晶、これがないとね、やっぱりね、お話になんないんですよ。自分にカメラを向けながら、まあいろいろやるわけなんですけど、フォーカスが来てるかどうかが分かんないとか、例えば物理してても被写体が画面の真ん中にあるかどうかっていうことがもうリアルタイムで確認できないと、もうなしなので、チルト液晶とかも僕の中では完全になしで、これがバリアングルがついてないともうダメなんですね。もちろん光軸からずれるとか、そういういろいろデメリットあるんですけど、あとここのでっかいレックボタンとか、デュアルSD カードスロットとか、フルサイズの HDMI 端子がここにこうやってついたりとか、ファンクションボタンが空いてるところにボン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 あったりとか、シンプルでごっついダイヤルとか、あとはですね、他の、メーカーの一眼、ミラーレス一眼だと、まあ動画の連続撮影時間にですね、だいたい30分ぐらいでね、縛りがあるんですよ。1本30分までしか撮れないっていう、まあ、ものが多いんですけど、GH5 は SD カード上限までもういっぱいいっぱい撮れるので、そういうのもね、やっぱりね、運用上というか、今撮りたいっていう時に撮れるかどうかっていうのはやっぱり重要なので、そういうところのね、やっぱりメリットも大きいですよね。あとはもう完全にこの動画機として、もうスペシャライズされた GH5S ですから、まあ Vlog をとするいろんなフォーマットのもうビットレートの高いカリッカリの動画がね、撮れるわけですよ。いわゆるシネマティックってやつですよ。結構好きなんですよね。だから考えてみてください。今僕が普段から撮っていた、今まで200本ぐらい作ってきた動画が、これから全部シネマティック、もっとこう、もっと色のダイナミックレンジが広くて、もっと背景もボケて、でもっと明るくてね、カリッカリになって出てくるって、ちょっともうゾクゾクしません？僕はしますよ。ちょっとテンション上がんなこれっていう感じ。ちょっとじゃあセンサー見ましょうか、一瞬だけ。おりゃ、はい、ちっちゃいね。さすがマイクロフォーサーズ。マイクロフォーサーズはですね、実はこの APS-C よりも多分センサーサイズがちっちゃいんじゃないかなっていうぐらいね、センサーサイズ的な優位はないんですよ。だからやっぱりこう画素数とか、特にこう静止画の解像感とかいう話になってくると、まあ全然ね、選択肢に入ってこない機械なんですけど、やっぱり動画ってまだまだ 1080p 1920×1080 がまあ主流ですし、 4K もねこいつバンバン撮れるしね、若干クロップするけど、っていうことはどういうことかっていうと、動画機ってセンサーサイズをまだあまりこう要求してこないんですよね。まあもちろん撮るものによるけど、っていうことを考えると、やはり運用上のメリットとか、マシンとして、まあ、動画にどれだけチューニングがされてるかっていうところが、まあ、まあ今後何年か使っていく上では重要だと思うので、 GH5S を最終的に選びましたといった感じです。要はこれからね、フルサイズ機とかでも、要は中のチップの性能とかがまあどん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 こう圧縮されていって、あの動画機としていろんな機能を詰め込む余裕が出たりとか、まあ、動画専用機としていろんな一眼がまあフルサイズでも出てくると、まあちょっとねセンサーサイズを変えようかなとか、キャノンとかソニーとかね見ていこうかなっていう気にもなるんですけど、やっぱ現状ね、フォーサーズはねいいんですよ。やっぱり動画機としては結局一眼のいいところって、レンズ交換しようこれだけの大きさでできるっていうことだと思うんですけど、新マウントとか行ってると結局レンズが揃うまでにこう時間がかかるし、レンズも高いと。でフルサイズのレンズなんてバカ高いじゃないですか。それよりかはもうある程度いろんなこうバリエーションのね、あのお手頃なレンズの資産というかポットフォリオがしっかりと揃っているマイクロフォーサーズっていうところで、いろんな単焦点のレンズとかいろんなタイプのレンズを使いながらいろんな表現に挑戦できるっていうところも、やはりこうマイクロフォーサーズの魅力かなっていう風に思ってます。で、これ本体ですよ。これボディ、まあ一眼というのはですね、レンズがなければまあ成立しないわけです。さあレンズがない、どうしましょうかということで、よっ、こちらです。ライカの DG バリオエルマリート 12mm60mm F2.8 から 4.0 の ASPH です。ライカですよ、ライカ、パナライカです。あの瀬戸康史さんと全く同じセットですけど、瀬戸康史さんは GH5 ですけど、僕は GH5S ね。標準ズーム、これ10万ぐらいするんですけど、あの有名なライカですけども、最近トバルがね M10 買ってましたけど、バリオエルマリートっていうのは、まあ、可変式バリオ、要はズームレンズのエルマリート、明るいレンズっていうところで、F2.8 台の、レンズにはエルマリートがつくんですけど、よ、価格がある程度確保できて明るいレンズっていうのがやっぱり1本目は欲しかったので、レンズポーチ、レンズフード、そして
いいよ、出ました、こちらです。これがライカのバリューエルバディと 12mm60mm です。ね、ちっちゃいっしょ。おー、こういう感じ、こういう感じ。これはね、本来ならデュアル IS2 にも対応してて、 GH5 とかにつくと多分相当手ブレ補正効いてくれるんですけど、この光学手ブレ補正を要求するような動画表現ってそこまでないんじゃないかなっていう感じがしていて、ヌルヌルしてればいいわけではないんですよ。もちろん最低限皆さんが楽しんで見える程度に手ブレはない方が絶対にいいんですけど、作品としてじゃあブレてない方が絶対にいいのかって言ったら、まあそんなこともないし、ね、じゃあ GH5S とかで実現されている手ブレ補正とかっていうものが見るに耐えないほどにじゃあ劣っているかと言われればそんなこともないんじゃないかなっていう、まあ判断のもと、ね、明るいズームレンズ 12mm60mm っていうね、だから 35mm 換算で 24mm120mm かな、結構な画角をカバーできるんで、まあ、若干ね、この伸びた時のこのフォルムがね、ダサいんですけど、まあ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 って感じですよ。こういう感じでつけてみましょうか。あー、ついた。あー、出たよ、できた。これから僕の動画はこのセットで撮られます。 GH5S にライカのバリューエルマリートをつけたこのセットが僕のメインマシンです。いやー、これが僕の相棒になるわけですね。いいっすねー、いいっすね。うわー、ではですね、この動画は最後にこの今撮っているカメラをこの GH5S にと切り替えて、終わりにしたいと思います。それではいきますよ、せーの、よいしょ。というわけでこれがですね、まあまだ何も細かい設定をしていない、まあ、GH5S で撮っている、まあ、映像です。とりあえずね、もうね、プログラムモードでまあ今回しちゃってますけどね、とりあえずね、画面で確認するときに、まずね、画角が広いし、全体的に、やっぱりこう、しっかりと白いところから暗いところまで、ちゃんとこう、なんか、色というか、階調が出ている感じがしますね。逆光にも強そう。結構動ける。これで、これ、寄っていったらどこまでいけるかっていうと、多分、まだいける？ここまでいけますから、まだいける。めっちゃ寄れるの、ほら。で、この画質、このビットレート。いやーね、これからね、ちょっとね、いや、夢が広がりんぐですよ。というわけで、はい、長くなりましたけども、僕の新しいメインウェポン、GH5S を、開封、紹介してきました。いやー、これからね、こいつちょっと使い倒してね、いろんな設定とかも試して、どんどん、もうクオリティの高い動画作っていきたいと思うので、よかったらチャンネル登録もお願いします。ではまたね、バー。やったー、嬉しい。